北方町立北方中学校は、岐阜県本巣郡北方町にある公立中学校。通称は、北中。本巣郡にあり、北方町全域を航空とする。北方町立北方小学校、北方町立北方西小学校、北方町立北方南小学校の卒業生が、それぞれ進学する。校風は、美しく整える。 交渉は平和のシンボルである鳩をあしらい、羽を広げ躍進を表している。また、中央の北中の文字に丸みを持たせ、人格円満を表している。制服は、男子は黒色の爪り学生服、女子は紺色のセーラー服がそれぞれ指定されている。在校生は北中賢治と呼ばれ、校歌にも入っている言葉である。北方中学校では2007年まで、 1971年に設置されたプールで水泳の授業を行っていた。ところが建築後36年が経過し、床面等の剥離、コンクリートの劣化等老朽化が進行していた上、後衣室、機械室がプールの下部に設置されていたため湿気が取れず、保険衛生上問題があったことから2007年に改築に踏み切った。 当初は2009年度以降の改築を予定していたが2008年度中に建築した場合には補助金が交付されたため財政が逼迫している北方町は改築を前倒しさせたプールの改築により北方中学校にある施設はすべて平成以降に建築されたものとなった1年の始まりとして厳粛な雰囲気の中2年生と3年生が参加して行われる 同時に着任式や校歌の聖書が行われる。午後に入学式が行われる。始業式の後に1年生が参加して行われる。校長先生の言葉や来賓紹介などが行われる。1年生と2.3年生が初めて対面する式。2.3年生での校歌の聖書や3年生からの合唱披露を、生徒会役員からの話などがある。前期。 後期で各1回ずつ行われる。校歌の成章や各委員会の活動計画が発表される。1年生は、郡上、小川で研修を行う。主な活動内容は、BBQ、カレー作り、郡上踊り研修、ポイントトレッキングなど。平和学習の名のもとに、3年生とは、長崎、福岡へ2泊3日の旅行をする。 飛行機で向かう長崎では平和学習を含めた判別自由行動などを行い、ホテルで2泊する。最終日には、福岡の太宰府天満宮にて受験へ向けての参拝を行い、新幹線で帰還する。3年生徒ということもあり、判別行動のプランは自由、現金持参可能。中間テスト、期末テスト、実力テストの3種類を年に5回行う。白、緑、青。 赤、木の5つの段に組み分け、生徒同士が競技で競う。毎年秋に行われる、合唱の町北方ならではの行事である。2年ごとにサラマンカホールを借りて行っている。各学年、各、クラスごとに、課題曲、自由曲を歌い、金賞、銀賞を目指して競う集会。運動系部活動、文化系部活動。ありがとうございます。